スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。あー、テンション高いね。なんかキックンさん、うん、今回は俺に任せろみたいな感じで言ってましたけども。そうですね。何をするんですか？あの、マジで何も。とんでもなく強い格闘家を呼んだので殴り合ってもらいます。マジかよ。今日は皆さんにカバンチェック、そうだ、こいつやってたもん、名前。そうですね。そうだ、キックのダークネス YouTube でもやった企画なんですけれども、今日のみんなのカバンを抜き打ちチェックします。あ、そうだ、しかも、まあ、ポップコーンで体張ったやつよりも伸びたしな、あれな。俺はポップコーンの方が全然好きなんですよ。やっぱそこがちょっとセンスが。マジか、俺そんな面白いも入ってないで今日。え、そう、俺キックのあの動画見て玉上げたもん、こいつやっぱ面白いなって。なんでこんなの入ってるの？ぜひあの動画皆さん見てほしい。なんで2個入ってる、ね、やばと思って。じゃあちょっと撮ってきてください。わかりました、はい、撮ってきますか。じゃあよろしくお願いします。マジかよ。いえ、よいしょ。はい、はい、まず、では皆さんバッグ持ってきたようなんで、カバンから見てます、はい、このなんともいいね、普通のカバン。うち全員リュックなんだな。え、だからオールリュックなんだもん。リュックは俺が手提げカバン持ってたらなんかおかしくない？なんか、いや別におかしくはないですよ、普通人間として普通だ。結構まあ物はいろいろ入ってるから。あ、そうね、それでリュックの方がいいね。そうですね。どうしますか、一人ずついきます？英語から、英語からどっから開けてきます？まず取りやすいとこから。でもまあ傘、傘。おお、わざわざ。どうした？待って、どうした？俺サイドの袋、アロンアロン。なんでアロンアロン入ってんの？こいつ仕込んだわ、これ仕込んだ。マジで出しましたね、こいつね。アロンアロハは仕込みでしょ。これ仕込みだよね。俺なんかで使ったんだな。え、わかんないの？わかんない。アロンアロハ、しかも、あれだ、比較的新しいやつだ、これ。あ、なにこれ。あ、これあれじゃん、俺も持ってるやつ。イヤホン刺す、イヤホンの探してたんだよね、これ。やっと出てきたじゃん、ね、やっぱこういうの。あ、ここに、その穴に、ここの穴に。ダメだ、ダメだ。やめろや。お前しかも吹けよ。ハロハロめっちゃ出てきてる。なんでだよ。よし、じゃあ再度、ここにね、モバイルバッテリー。まあまあ、モバイルバッテリー。こんなでかいのいらないんじゃない？いや、いるっすよ。バンカーですよ、ね、いらねえよ、こんなでけえの。ちっさ。まあ、うわ、絵のが好きそうな色の。あ、まあ、これはあの僕のズタ袋。衣装入れですね。あ、これサングラス。はい、ああ、そっか、分けることによって忘れない。で、あと最近あのね、スイッチ。ああ、動物の森やるからね。あ、で、パソコン、ね。あ、パソコン、ね。パソコン。パソコン持ってると、やっぱ重いから、そうそう、リュックになっちゃう。パソコンちょっと、ケースがでかいんじゃないこれ、うん、まあ、なんかオプションが多すぎるんじゃ。まあ、これでしょ、うん、あとまあ線とマウス、普通です。うん、普通だったな。予備のマスク、予備っぽさが出てる ね、 そうね、若干シワシワだもん。だいたいカバンに1個入れとくから。ああ、あと財布ぐらいです。お、あ、こいつ見てみ、このいい財布見てください、見てください、これ。あ、これボッテガですか。これはね、まあ、ボッテガですけど、時価で多分48億とかしますね。ちょっと待って、どんな財布だよ。入れる金ねえ。入れる金がないよな。これいくら入ってんの今日？これ結構多分入ってます今。まあ10万以上入ってる。うえー、金あるなおい。プレゼント、プレゼント。じゃあ一回全部集めて割る？そしたらそれだったらいいんじゃない？あ、いいよ。いいよ。何言ってんのこいつ。お前さては、さてはこいつ、さてはこいつ。いいよ、じゃあそれでいこう。まあこのような感じですね。まあ普通っちゃ普通ですけども。まあアロンアルファがいきなり、ね、僕もアロンアルファ入ってると思わなかったら、あんま、ね、物ないんだね。まあこんなもんじゃない。だから俺らだからびっくりした、キックのカバン見て、うん、入れすぎだろ物と思って。俺入れすぎ？うん、入れすぎ。もしかして入れすぎ？私のカバン入れすぎ。あ、じゃあ大丈夫です。え、バックはそれダン？ダン。あ、これ、うん、エアジョーダン。そうです。お前エアジョーダンに憧れてる、もしかして。よく持ってるけど。いや、なんかカバンがジョーダンを神様だと思ってるね、やっぱ。ジョーダンは神様だね。お前あんまバッグ好きじゃないよね。すげえ捨てられてるぞお前。エアジョーダンのバッグ持ってるだけで。じゃあ次、はい、LB さん。じゃあ僕いっちゃいますか。これはアマゾンでいくらで買ったんですか？あ、これマスターピースの。え、これ多分ぼちぼちいいやつですよ。まずこっからいいです。なんか出てきた。
お、あまずはゴルゴ。ゴルゴの新しいやつや。これあの雑誌の最新のやつが掲載されてるやつだから、うん、めっちゃいいやつ。これ全部見たことないやつだから。マジ？だからさ、一から全部買った方が早い。いやいやいや違う、こいつは最速だから。いやだから近くはね、そもそも追えないんだって。だからコンビニ本はそうだかもしれないけど、この雑誌まず最初に。あ、もう次行っていいよ。じゃあ次。ああ、傘やっぱ入ってんだね、みんな。傘降りたタイミングが。なんすかこれ。あ、何それ。これあれじゃない、あの封筒、うちに送られてくる封筒の切れ端ですね。まあ完全ゴミですね。曇り止め。ああ、なんか薬っぽい音聞こえますね。胃腸薬がすごい食べ過ぎの娘。あーさ、俺お前それ食べてるとこ見たことないんだけど。いや飲んでるよ、ね、たまに。あ、俺旅行先とかで飲んでる。あ、うん、なんかやべえなって思った時にたまにこうやってやってるライブの前の日とかね、ちょっと食べ過ぎかなっていう時に飲んどくと胃がすっきりしていいですか。ライブの前の日、うん、から飲んどくの。あー、だってライブの前の日しこたま食べるでしょライブの前の日しこたま食べる、うん、ライブの日じゃなくて、うん、終わった後じゃなくて、うん、はい、何それ。あれゴミだね。傘かなんかのこいつ飲んでってんかな。あーこれこれも治んないんじゃない。もうここは何もないです。なあ、治った治った。僕もスイッチ持ってスイッチ今みんなスイッチ持って充電器です。充電器これ開けていい。結構入ってるね。うわぁ、電池入れてんの電池なんの電池。いや、それどっか、いつか入れたやつだな。これは抜いていいよね、絶対。あれ、キーボードのやつ。うん、そうだね、キーボードで使い終わった電池をここに入れてたんだよ。いつも思うけどさ、これさ、いや、それめっちゃ便利やって。そうかな。ああ、タップと、しかもあれもついてるわけだから、うん、すごいいいでしょ。いやぁ、あんまり使い切れないというか、うん、その分これ1個か2個あればいいんだよね。でかいよね、うん、すごい批判してくるねで、あ、これはお、サングラス。はい、なぜかポリスというお前オークリーだろ。そうパソコン、パソコン、うん、で、最後僕も、うん、財布でフィニッシュ。財布でフィニッシュ。財布でフィニッシュ。財布はベンディーですちょっとはずいな。いや、しかも FB さんこれフェンディだと知らずに買ってたんですよ。フェンディの クッキーモンスターみたいな名前のやつ、まあ、これはいらないやと思って俺覚えてすらいないさすがにこれ買わないわ。なんでよ、いいじゃんこれこれ流行ったのっすっげー前だから、ね、顔みたいになってていいじゃないですかそういうね、フェンディのこういうラインがあるんですよね。そうそう、あのフェンディを誤解しないでいいはい、いいデザインたくさんあるんで。いや、これもいい。いや、これもいいって。これも含めて。これもいいって。これいくら入ってるんですか。分厚いですけど。そう、分厚い。結構10いかないぐらいですね。俺千円札が結構入ってる。いきなりステーキ。マイレージか。なんぼ。多分ね4000ぐらい。うん、少な。俺より少ないじゃん。でもなんかここら辺だけ見るとサラリーマンっぽいよね。サラリーマンゴルゴ持ってるか。いやいや、いや、お前読むでしょ。サラリーマンこそ読むだろ、お前。新幹線に乗ったらサラリーマンがゴルゴーマンになってる。そうだ、ゴルゴーマンになってんだよ、お前。慣れてんじゃねえぞ。じゃあ最後、アロマ。アロマはね、未知数だね。何も入ってないで、マジで。そうなんだ。お前、何も入ってないにしたら結構膨らんでない？確かに。傘でしょ？あ、これ、いつも見てた、これ。いつも見るね、その傘ね。意外にカラフ、なんか可愛い傘持ってるな。で、龍角散ダイレクトでしょ？最近ね、ダイレクトダイレクトアタックしてる。これなんかいろいろ出た出た出たーこれだそれ見たことあるわ。最初騙されたの。いや、びっくりするよな。こいつ焼きうどん持ってると思うよなちゃんと後ろにほらどこに売ってんだよ焼きうどんの作り方とか書いてる。これ何入ってるの。ケーブル類が入ってる。あー、で、モバイルバッテリーでしょ。こういうのが入ってます。そうね、たまにこいつすげえ便利なの持ってた。そうそうそう、アロマが大体最初に便利なの見つけてくるから、うん、そう、それを俺らがパクるっていう図式だ。そうそうそう、
あ、でもなんか似たようなアイテム、お前こそ似たようなの多くない？これいや、いっぱい持ってんね。ほら、形ほら、このなんか巻き、いや、あれじゃだから何個もちゃんとお前、巻き取るの好きだね、とにかくコンパクトになるじゃん、だってそう、カードタイプのね、それね、うん、あの、変換のやつこれなんか、イーワのど飴入ってそうな確かにはい、これ入れるか、あ、知らなそして、まあ、アンカーの、うん、まあまあまあ、充電器ですね、うん、よくある、うん、これ何、あの、これダイナマイトでも入ってんの、ね、うん、ね、ダイナマイトこれ、こことかにこうやってつまんない、はい、お前の荷物だぞ今日スイッチでしょ、あ、スイッチねまたお前なんか可愛いのすぐ、これでも動物の森のだね、あ、そうなんだ、これ中身なんか違うの、あ、そうだよ、アロマ、俺のあれと普通だ、うん、動物の森のスイッチ変えたんだもんね、うん、お前羨ましい、コンタクトでしょ、嘘、そう、見してみ、コンタクトはトゥルーアイですか、オアシス、オアシスですか、もうオアシスは最強だから、オアシス、ああ、これおじいちゃんっぽいね親しみなので、あとハーレークイーン見に行った時にもらったやつだわあ、アルマっぽい、ハーレークイーン面白かった、うん、これで終わりだねえ、もう終わり、終わりだね、俺のカバンの中身、こいつ誰、ハーレクイーン、ヨシコ、ハーレクイーンって書いてある、あ、やべ、こういうの見ちゃっためっちゃ普通に見てたわ、であと財布か、財布なかなかシックなの使ってる、財布、どこの財布、カミユフォルネの財布だね、カミユ、カミユ、これいい財布でじゃん、いくら入ってんの、見てみ、見てみ、いや、こいつ相当入ってるね少ない、てか2000円ずつ入ってる、2000円ずつ入ってる、なんでほらお前仕込んできただろ、久々に見た、え、これいつも入れてんの、ずだいぶ前からずっと入ってるね、すげー、え、お守りみたいに入れてんの、いや別にしかもピン札だこれすげえ綺麗じゃんピンだぞ、よし合わせようぜ金いや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 、お前が得するだけだろ金合わせようぜこいつ6000円しか持ってねえ、逆にすごいな、キャッシュレス派だから、あー、なるほどね、まあでも確かに俺もキャッシュレス派なんで、もうなんもないの、なんもないね、あ、ほんとだ、なんもないよ、なんもない、お前こん中入ってよ、無理だろちなみにバッグこれどこの、これはね、なんかクラウドファンディングで買ったやつ、いつ頃買ったの、え、いつだろう、年前具合じゃない、いつから使ってるか分かんない、すごい突っ込むねいや、突っ込まないとさらって終わっちゃう、まあまあ確かに、みたいな感じですか、うん、おあ、まあ、性格が出ますね、そう、いやいや、だからまあ多少なんか個性みたいなのあっても、まあ、キックはすごかったやつ、やっぱそうだよね、俺ヤバくない、うん、やばい、そう考えたら、うん、やっぱあのハンドグリップ2個入ってるのは頭おかしいとしか言いようがないいや1個は必ず入ってて、うん、でなんか、あ、外出るから入れとこうと思って、うん、多分追加で入れちゃったんだろうねいやなんかでも初めて見た、あ、本当に、うん、なんかねこれ新鮮ですね、そうね、やっぱでも財布に一番性格みたいなの出るな、あー、ね、そうだね、な、なんで俺に向けて言ってるんですかね、ポッテが底持て、フェンディも相当だと思いますけど、いや、フェンディはちょっとやっぱ俺の頭のおかしさだね見た目の面白さだけで選んださあ、というわけで今回はみんなのカバンチェックしてみました、はい、皆さんもぜひカバンチェックしてみてはいかがでしょうかするんだ、皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。MSSP は YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。生まれる、お願いします。しゃべったしゃべった、ちょっとちょっとグロいグロいグロい登録ボタンの方はですね、こちらとかこちらとかこちらとか、あとは下の概要欄にも URL がございますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ちょっとメカメカしやすいですよ、ああ